お花紙を使って簡単にたくさんできる蝶々です。まず蝶々の型紙を作ります。お花紙と同じ大きさに切ったコピー用紙、それと濃い色のお花紙を用意してください。このお花紙で型紙を作っていきます。まず3等分。それを半分に折って、さらに半分に折って、蝶々半分の形に切ります。蝶々の形よりも四角く切っていきます。これが上側の羽。こちらが下側の羽です。先ほど用意していたお花紙と同じ大きさのコピー紙にこれを貼り付けていきます。型紙はコメントの URL からホームページに入ってダウンロードすることもできます。これを A4 コピー用紙の上に置きます。そして貼り付けます。A4 用紙の方が少し大きいので、どこまでがお花紙の大きさか印をつけておきましょう。型紙をコピーしたものをこの印で切ります。これにお花紙を重ねます。8枚ぐらいは重なります。周りを何箇所かホッチキスで留めていきます。これを切り取ります。この型紙に沿って切り落とします。2枚で蝶々1粒になります。ということは8枚で これで4つ分作ることができます。金色のモールをこう合わせて V 字。型紙を人差し指と中指、親指と薬指で挟んで、こんな感じですね。このくらいまで切って挟んだら少し開いて、ここをギュッと持って。
を埋まって触角の断線。簡単にたくさんできますから、いろいろなレイアウトを楽しんでみてください。